それではアクセシビリティのチェックなんですけども、今ミューズで作ったシングルロングページですね、このページのアクセシビリティチェックっていうのをやってみたいと思います。ウェブデベロッパーというですね、拡張機能、 Firefox もしくは Google Chrome の拡張機能ですけれども、ウェブデベロッパーのこの CSS の無効化、そして全ての CSS を無効化っていうのを選ぶと、スタイルシートが効かなくなります。ですからリニアライズされた状態、上から順番にこう垂直にですね、全部一列に並んだ状態になります。でさらにですね、画像のメニューで画像を非表示っていうのを選ぶと、画像が表示されない状態ですね。まさに音声読み上げツールを使って、上から順番に音声で読み上げていく、視覚障害の方々が使っているツールなどがそうなんですけれども、ですからこういう形で上から順番に読み上げてですね、ちゃんと意味が伝わるかどうかっていうチェックを必ずやってほしいと思います。ウェブデベロッパーというツールを使って検証することができます。ぜひやってください。